ちょっと、サキ？いやー、いい食べっぷりだ、サキ。よーし、負けてらんないぞ。こっちはビールおかわり。ビールおかわりじゃないわよ。ひまり飲みすぎだから。ウイスキー飲んでもいないのに、昔のひまりが出てきてるじゃない。パスタとピザおかわりしようっと。さっきもさすがに食べ過ぎだって。どうしちゃったの？最近、ストレスで食欲が止まらないの。30キロくらいは増えたかな。30キロ？ストレスでそんなに食べるって、一体何があったの？まあいいじゃないか。食べたい時に食べる、飲みたい時に飲む。悪い、待たせたな。生徒がちょっと問題を起こしてしまって。そんなことしてたら将来こんな風になっちゃうって。痛風や高血圧でたくさん薬を飲まなきゃいけなくなるのよ。私は先にこんな風になってほしくない。ああ、確かに私も先にこんな風になってほしくないな。お通しお持ちしました。なんで来て早々泣いてるんですか。とりあえずおしぼりどうぞ。ありがとうございます。心配してくれてありがとう。こんなこと言うのはなんだけど、今日会った瞬間から何かあったんじゃないかと思ってたのよ。短い期間で体型が変わりすぎだから。ストレスって何があったの？教えて、さっき。とりあえず店員さん、生ビール5杯とカツ丼ください。5杯？こんなの飲まないとやってられないでしょ。痛風なんだからダメですって。いいんだよ、ほっといてくれ。だからこんな風にって言われちゃうんですよ。ごめんなさい。じゃあ話すね。私はさき、32歳。今高校の時の同級生と担任の先生と居酒屋に来ている。前に会ったのは2ヶ月前。2ヶ月間で30キロも太ったんだもの。そりゃあ彩音もひまりもびっくりするよね。私がこんな風になったストレス、それはね。なんで今回はできなかったの？ごめんなさい。謝ってほしいんじゃなくて理由を聞いてんだけど。お医者さんが言うには、こういうのは運もあるから仕方ないって。運とか仕方ないとかそういう話が聞きたいんじゃないんだけど、ちゃんとした理由と反省点、これからの具体的な対策を教えて。それが毎回できないからこの年まで子供ができないんでしょ。さあ早く。3、2、1。ごめんなさい。だから謝罪の言葉が聞きたいわけじゃないって。何度も何度も言ってるよね。ごめんなさいは聞き飽きたんだよ。そもそもさ、君不妊なんじゃないの？いや、不妊ではないよ。お医者さんにもそう言われたし、ケンタも一緒に産婦人科で聞いたでしょ、不妊ではないって。そもそもあれは医者と一緒になって俺のことを騙したんじゃないかって思ってきてんだよね。いや、そんなことしてないよ、ケンタを騙すなんて。そうでもなきゃここまで子供ができないっておかしいでしょ。俺の同期は同じくらいのタイミングで結婚してみんな子供がいるし、君の友達の彩音さんやひまりさんだってもうとっくに子供がいるよね。君だけだよ子供ができてないのは。俺には何か君に欠陥があるとしか思えないんだけど。ごめんなさい。だからごめんなさいじゃなくて不妊を認めるか、認めないなら今回ダメだった理由と反省点、今後の対策を話せって言ってるでしょ。ほら早く考えて。はい。ひどい。旦那さんにそんなこと言われてんの？毎日毎日5時間くらいこの話をされるんだ。それがストレスで暴飲暴食をしてこんな体になっちゃったんだよね。本当に私ってダメだよね。高校時代から2人と違って何にも才能がなくてダメダメだったし。そんなことないぞ。え？確かに彩音やひまりは目立っていた。彩音は勉強ができたし、ひまりはクラスの人気者だったしな。でも先にだってちゃんと才能あったぞ。
私の才能？ああ、継続力があったじゃないか。苦手なことでも克服しようと、コツ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 地道に努力していたことを俺は知ってるぞ。高校の競歩大会、2年生までずっと最下位だったよな。だけど高校最後の競歩大会は400人中356位だった。体育でも他の奴らが適当に走る中、サキは全力で走っていた。きっと家でも相当努力をしたんだろう。あの時のサキに俺は猛烈に感動したのを覚えている。竹山先生、私の競歩大会の順位を覚えてるなんて。もちろん覚えてると思う。そうよね、努力家だったわよね、サキは。すごい、痛風で高血圧なのにそういうところを見てるなんてやるじゃん、畠山先生。ひまり、お前は一言も二言も多いんだ。ちなみに私の高校3年生の時の順位は覚えてる？ああ、覚えてると思う。最下位だ。ひどい、違うよ、ぶっちぎりの1位だって。ああ、ぶっちぎってはいたな。確かあの時はやったー、1位だー。畠山先生、私やったよー。この写真を見ろ。あれ、誰だろうこの美人さんは。お前だ、ひまり。まさかヒッチハイクをするとはな。やば、なんでバレた。今日は居残りでフルマラソンを走ってもらうからな。畠山くん、君も一緒にね。最近お腹がやばいんだから。そういえばそんなことがあった。あの競歩大会は絶対に忘れない。お前のせいで俺まで走らされたんだからな。そんなことあったっけ。忘れちゃったや。覚えてるくせに。まあとにかく、さき、お前は自分が思ってるよりすごい。そんな風に自分を卑下するな。はい。それと、俺が口を出すことじゃないと思うが、その旦那とは別れた方がいい。サキの良さを全然分かってないし、サキを大切にしようという気持ちがない。そいつといても幸せにはなれないぞ。私もそう思う。うん、私も。ありがとう、みんな。そして最後に、サキは絶対にいつか幸せになれる。こんなに努力してるやつが幸せになれないはずがない。もしそうじゃなかったら、神のやつが悪いからな。神のやつをぶん殴ってやる。そして先生が必ず幸せにしてやるからな。畠山先生。畠山先生、プロポーズみたいになってますけど。相当酔ってるな。いいぞ、やれやれ。私も髪をぶっ飛ばすのに協力するぞ。よし、やるぞ。おー、うるさい、周りに迷惑でしょ。ごめんなさい。その後、みんなに励まされた私。離婚した方がいい、そう言われたけど、私にそんな勇気はないんだ。何より、あやねもひまりも子供を産んでいる。だから健太じゃなく私が悪いんだって思っちゃうんだよね。ああ、私には努力する才能があったとしても、努力を結果につなげる才能はないみたいだ。他のみんなみたいになんでできないかな。さき、大丈夫かな。心配だよね。大丈夫だ、あいつなら。自信がつくきっかけがあれば、あいつはきっと輝くことができる。そしてこの困難も乗り越えられるだろう。なんてったって俺の教え子だしな。俺はあいつを信じるぞ。1ヶ月後、今日は産婦人科に行く日。本当に朝から憂鬱だ。今日こそは頼むよ。まあどうせ無理なんだろうけど、期待しないで帰りを待ってるよ。また帰ったら5時間の説教か。辛いな。源さん、聞いてます？ごめんなさい、ぼーっとしてました。もう一度言いますね。はい。またどうせダメなんだろうな。その日の夕方。ただいま。健太、検査の結果なんだけど。もう結果なんていいよ、
え？これ。これは、離婚届？どういうこと？不妊のデブとは離婚しちゃおうかなって。ま、それはさすがに冗談だけどさ。このままこんな不甲斐ない結果が続くようなら、この離婚届にサインしてもらうからな。これ、今日の反省会はいいから、原稿用紙300枚分、反省文を書いて。いい？わかった？じゃあ、俺は寝るから。もし今日中に書けなかったら離婚ね。それが嫌なら、徹夜してでも書きなよ。じゃあ、おやすみ。わかった。そして翌朝。はぁ、よく寝た。さっきのやつ、ちゃんと反省文書いてるかな。お、机に反省文が。って、何も書いてないじゃねえか。ふざけてんのか？本当に離婚しちゃうぞ。あ？離婚届と手紙？デブは出産で帰ります。どういうことだ？おめでとう、サキ！本当におめでとう。いやー、やったなー、サキ。本当によく頑張った。よかったなー、努力が実って。みんなありがとう。きっと食欲が増したのはストレスだけじゃなくて妊娠の影響があったのね。きっとそう思う。でもすごいな、妊娠が分かった瞬間旦那を捨てるなんて。畠山先生のおかげですよ。俺のおかげ？頑張ればいつか結果が出る。見ててくれる人はいる。そう言われたことでこの子を一人で育てる自信が持てたんです。あの人と一緒にいたんじゃ私は幸せになれない。この子も幸せになれないだろう。そう思ったらすぐに離婚の決心がついちゃいました。そうか。あ、その方がいい。サキが幸せになれなかったら子供も幸せになれないしな。そうですよね。いやー、ちゃんと卒業生にも先生やってんじゃん。畠山先生見直しちゃったよ。痛い。背中を思いっきり叩くんじゃない。って、あ？どうした、あやね？なんか、見覚えがある人がこっちを見てるんです。誰だっけ？あ、思い出した！さっきの旦那さん！え？ケンタ？やっと、やっと見つけたよ。これはどういうことだ？離婚するってことです。もうあなたとはやっていけません。あなたといても、幸せになれないってことが分かったんです。なんだって？子供ができた途端離婚なんてありえないだろう。俺のおかげで子供ができたっていうのに。あなたのおかげ？ああ、俺が毎晩5時間反省させた結果今があるんだぞ。分かってんのか？何言ってるんだ。俺は先の努力の成果だ。あなたがやったことは先にストレスを与え逆に子供を作りづらくする行為だ。はあ？他人が首を突っ込んでくるな。他人じゃない。俺はサキの元担任の先生だ。元担任が夫婦の話に出しゃばってくんじゃない。もう夫婦じゃなくなるだろう。それに俺の大切な元教え子の幸せのために首を突っ込むことの何が悪い。畠山先生、本当に私この先生が担任の先生でよかった。それで何しに来たの？戻ってこい。いいや、戻るつもりはないわ。無理やりでも連れて帰る。さっきは連れて行かせない。邪魔だ、どけ。うわぁ、畠山先生、大丈夫ですか？畠山先生に、なんてことを。うわ、俺は軽く押しただけだぞ。こんな風にするつもりはなかった。俺は知らないからな。待ちなさい。畠山先生、畠山先生、しっかりしてください。畠山先生、血がどんどん。早く救急車を呼ばないと。いい加減にしろ、ひまり。私ファインプレーしたのに、なんで怒られなきゃいけないの？どういうこと？これはトマトジュースなんだ。トマトジュース？うん、畠山先生がわざと派手に吹っ飛んだって分かったからね。そこで私がトマトジュースをかけて、さらに大変な状況に見せかけたってわけ。
でそんなこと。もしかして弱みを握るため？ああ、大正解だ。養育費や慰謝料を払わないと言い出しそうだからな。これで払うしかなくなるだろう。払わなかったら警察に突き出すとちらつかせるからな。バッチシ動画は撮っておいたよ、畠山先生。へへ、お主も悪よの。けっけっけ、お代官様こそ。この二人が組むと恐ろしいんだね。一人は一応先生なんだけどな。聖職者とは思えない表情してる。うわあ、その後健太は畠山先生とひまりに脅されて、全財産を私への慰謝料として払うことに、さらに毎月の給料の8割を養育費として支払うことになった。あの二人を組ませるとやっぱり本当に恐ろしい。お腹の子も順調に育ってるし、これにて一件落着。あとはお腹の子と幸せになるだけだな、サキ。いや、畠山先生、なんでミイラ男みたいになってるんですか？聞いてよ、二人とも。わざと吹っ飛んだ時にいろんなところを骨折してたみたい。あの時はアドレナリンとお酒に酔ってたせいでなんとかなってたんだって。本当にウケるよね、自分で吹っ飛んだらこんなことになるって。笑うな、いたたたた。さっき幸せになれそうか？もちろんです。そうか、前よりいい顔をするようになった。もう大丈夫だな。はい。畠山先生の顔は見えないけどね。閉まらない格好。こうして私はみんなのおかげで幸せになる準備ができた。これからも大変なことがたくさんあるだろう。でも畠山先生が私の才能だと言ってくれた。地道にコツコツ頑張れるところを生かして頑張っていきたいと思う。よし、絶対にこの子と、そして自分を幸せにするぞ。本当にありがとう、あやね、ひまり、畠山先生。あれ？私の消しゴムがない。犯人はこの教室にいます。え？私は古畑ひまり。任せなさい。友人の人生がかかってるんです。必ず尻尾を掴んでみせます。あ、そんな大げさなことじゃ。ハルトくん。え？君は今日何をしていた？なんか父親になってて、娘にパパかっこいいって言われる夢を見てました。それは叶わない夢ですね。つまりアリバイはなしか。ひどい。犬塚くん。ああ。君は今まで何を？教室に姿がなかったようだが。別に何してたっていいだろ。今学校に来たんだ。消しゴムなんて知らねえよ。君は将来幼女を誘拐犯になる可能性がある。よってアリバイはない。ああ、おい、犯人なかなかやりますね。しかしそれでも犯人は捕まる。おいったら。ああ、ご飯炊けた。あ、やばい、箸忘れちゃった。もうしゃもじでいいや。この日のために最高級のお米を買っといたんだよね。あ、うわぁ、めっちゃ美味しい。お口の中が米米クラブや。あ、ハルトくんも食べる？あ、うん。めっちゃうまい。犬塚くんもどう？いらねえよ。えい。てめえ。うまい。でしょでしょ？あやね。みんな、いい加減にしなさい。今授業中よ。畠山先生もちゃんと注意してください。あ、いや、注意しようとしてたんだが。うわ、消しゴム発見。あやね、あったよ。なんで炊飯器の中にあんのよ。俺は今消しゴムの炊き込みご飯を食わされたのか。どんまい、犬っち。犬っちって言うな。お前らいい加減にせんか。そんな怒らなくても、ちゃんと畠山先生の分も取っとくから。そういう問題じゃない。俺は畠山翔、
噂学園に勤める高校教師だ。俺のクラスには噂学園の四天王と呼ばれる問題児たちが集まっている。このクラスを受け持つのは2年目だ。畠山先生しかこいつらをまとめられるのはいないとか、周りの先生に担ぎ上げられてこのざま。はあ、幸先不安だ。俺1年間やっていけるかな。そんな俺はその日の退勤後、親友たちと飲むことに。実は今日親友たちに報告があるんだ。おお、いい飲みっぷりだな。もう飲まなきゃやってけねえよ。なんでだよ。聞いてくれよ。母親並みに俺に厳しい生徒会長のあやね、柔道日本一でたまに寝ぼけて机を投げる春と、ヤクザとつながりがあるって噂の犬塚、天真爛漫暴走少女のひまりが今年もうちのクラスなんだ。はは、そりゃあ大変だな。笑い事じゃないって。その割には結構楽しそうじゃん。そんなわけ。お前と何年の付き合いだと思ってんだよ。それくらいわかるさ。まあな、俺あいつらのこと大好きだし、もちろん他の生徒もな。お前は本当にいい先生だな。こいつは俺の親友の件、大学が一緒で切磋琢磨し、共に教員を目指していた。今お互いの夢が叶い、ケンと俺は違う高校で教壇に立っている。おお、お待たせ。おお、タカ来たか。久しぶりだな。こいつも俺たちの大学の同期で親友だ。俺たちと共に教員を目指していたが、今はサラリーマンとして働いている。おい、顔色悪そうだけど大丈夫か。毎日帰るのが日付が変わる頃だからな。上司からのいびりはひどいし、公務員様が羨ましいぜ。まあ俺たちもそんなようなもんだぜ。全然ちげえって。お前らはそんな簡単にクビにならんだろう。俺たちは使えなかったらすぐクビだよ、クビ。まあそこが大変だよな。大変とか言ってんじゃねえよ、わかんねえくせに。公務員のぬるま湯に浸ってるやつがよ。ちょっと飲みすぎなんじゃないか。は？うっせえよ。ああ、なんでだよ。なんでこんな奴らを採用して俺を取ってくれなかったんだ。俺を取ってくれたら今頃アフターファイブを楽しんでウハウハだったのにな。今からだって目指せるぞ。今さらそんなもん目指さねえよ。おい、どうしたんだよ今日のタカ。なんでもねえっつの。ああ、そういえばしょ、今日は報告があるとか言ってたよな。なんだよ報告って。お、そうだ。ああ、いや、またにしようかな。いいから言えっつの。実は俺結婚するんだ。は？結婚？うん。おお、おめでとう。相手は誰だよ。どうせブッサイクなんだろ。はるかだよ。俺の結婚相手のはるかは、俺たちの大学のミスコンに選ばれた人。はるかも教員になっていたことから、よく相談に乗り、いつの間にかそんな仲になっていた。まさか俺が、そんな人と結婚できると、夢にも思っていなかったけど。はるか？はるかって、もしかして、俺たちの同期の？ああ。え？マジ、付き合ってたの？ごめん、なかなか言うタイミングがなくてさ。嘘だろ。え？はぁ、何なんだよそれ。ありえねえだろ。俺、帰る。え、おい、待てよタカ。タカのやつ、一体どうしちゃったんだ。心配だよな、いくら酔ってるとはいえ。本当にどうしたんだろうか。タカは教員採用試験に落ちてサラリーマンになった。落ちたのは完全に勉強不足。俺たちがいくら勉強に誘っても、試験前日まで遊びほうけていたから。ただ酔うと、必ず教員の話になる。きっと未練があるのだろう。それに、はるかの話をして、あの態度。もしかして。翌日タカに LINE をしたけど、返信はなかった。少し時間を置いた方がいいのだろうか。それからしばらく経ったある日のこと、ケンとまた飲む約束をしていたんだが、なかなか来ない。仕方ない、一人で始めてるか。そう思った時に、電話が。おお、兄貴。おい、ショウ！どうした？お前の大学の同期のケン君が、車に轢かれたって、家の電話に。嘘だろ？引き逃げだそうだ。それはあまりに唐突な親友との別れだった。この前まであんなに元気だったのに。なんでだ？これからもお互い切磋琢磨していこうと話していたのに。しかもケンを引いた犯人は、まだ見つかっていないそう。翌日、俺はなんとか学校に行けたものの、上の空だった。おうちキャンプってあるじゃん。ああ、教室キャンプもありだと思うのよね。ほら男子、テント張るの手伝って。
あ、うん。こら！あやね、大丈夫だよ、今休み時間だから。あ、そっか。って、そういう意味じゃない！ほら、畠山先生来たよ！って、あれ？ああ。畠山先生がおかしい。これは私の出番、うん？畠山先生、はいどう？あ、畠山先生に馬乗りしても、無反応？これは、事件ですね。ああ、ひまり。俺は馬じゃないぞ。やっぱりおかしい。畠山先生！ズバリ、何か悩み事があるでしょう。どうした？畠山先生。俺たちでよければ相談乗りますよ。いつも迷惑かけてるし。ああ、いや、なんでもないんだ。気にしないでくれ。やだやだやだ。なんか、事件の匂いがする？教えて教えて！ひまり、だだこねるんじゃないの。こう見えて畠山先生も大人よ。いろいろとあるのよ。生徒に言えないことだって。こう見えてってな。でも、私たちは畠山先生の味方です。頼りたくなったら遠慮せず頼ってくださいね。お前ら、本当にいい生徒たち思ったな。こいつら本当に最高だよ。だから、教師は辞められないんだ。こいつらのためにもしっかりしないとな。そんなことを思っていたんだが、その日の仕事の帰り道。よーし、今から私たちは少年探偵団。畠山先生の秘密を暴くよ。うん、頑張ろう。ち、なんで俺がこんなことを。イヌッチとハルト君は戦闘要員。何があるかわかんないからね。戦闘？というかなんで綾音まで。だって気になるじゃない。畠山先生が何に悩んでるのか。こいつら確実に俺のことを尾行してるような。おい。あ、お前ら何をしてんだ。いや、奇遇ですな。畠山先生もこっちが帰り道だとは。お前ら全然帰り道じゃないだろうが。わかったよ。教えてやるよ。え、いいんですか？俺の親友がな、交通事故で他界したんだ。しかも引き逃げで。引き逃げ？ああ、犯人はまだ見つかってない。ひでえ話だな。そうだったんですか。そうとは知らず、ごめんなさい。それは辛いね。明日は、俺はその親友の葬式で休む。クラスのこと、よろしくな。ガッテン、承知の助、タイタニックに乗ったつもりでいて。ひまり、それ沈むから。お前らありがとうな。こんなに俺のことを心配してくれて。先生だっていつも俺たちのこと心配してくれてんじゃん。だから心配すんのは当たり前だろ。そういうことですよ。先生のことみんな好きだしさ。お前ら、俺も大好きだ。先生、近所迷惑です。すまん。やっぱり俺の生徒たちはいいやつだった。生徒に慰められるなんて。そして翌日、俺は剣の葬式に参列していた。剣、こんな早くお前と別れることになるとは思いもしなかったよ。俺、もっとお前と一緒に夢を語り合っていたかったんだけどな。すると、葬儀場に妹の春子がやってきた。ん？どうしたんだろうか。今日の葬儀には来ない予定だったんだが。あ、お兄ちゃん！どうした？カズ兄から電話が。え？兄貴から？うん、今すぐ逃げろだって。どういうことだと思う？今すぐ逃げろ。それに、カズニー泣いてた。泣いてた？うん。ねえ、なんかまずいことに巻き込まれてるんじゃないの？そうかもしれないな。よし、俺から電話をかけてみる。もしもし、兄貴。よっしゃ。え？その声はタカ。おう、よくわかったな。なんでタカが兄貴の携帯に？ああ、そういえば今日、まだタカの姿を見ていなかった。実はな、今てめえの兄貴を縛ってんだ。は？何言ってるんだ。今から兄貴を殺して、次はお前の妹を殺しに行く。は？何言ってるんだ。冗談でもそんなこと。冗談なんかじゃねえっつーの。俺はな、お前にずっとムカついてたんだよ。ムカついてた？俺より不細工で才能もないくせによ。それなのに教員採用試験に受かるなんて、どうせ金でも積んだんだろ。そんなことするわけないだろう。いや、お前はそういうやつだ。春子とお前が結婚するって聞いて確信したよ。お前が、
そういう人間だって。どうせあれだろ、はるかはお前が弱みを握ってるせいでしたくもない結婚するんだろ。違う、そんなことするわけないじゃないか。いや、絶対にそうだ。俺とはるかは相思相愛だ。それなのに、はるかがお前と結婚するなんておかしいだろ。はあ、俺は大学の時に3回肩が触れ合ったんだ。その時に俺はこいつと結婚するって確信してたのに、横取りしやがって。何言ってんだよ、落ち着けよ。俺は至って冷静だ。お前の親友、兄貴、妹、はるか、お前の大切な人全員奪ってやるよ。え、剣を引いたのってもしかして。そうだよ、俺だよ。なんてことを。これは俺の復讐劇だ。お前の大切な人全員やるまで俺は止まんねえ。おい正気か。今お前の兄貴の断末魔を聞かしてやる。やめろやめろ。うりゃー、うわー、うん、兄貴の叫び声じゃなくタカの叫び声が。いっちょ上がり、ナイバーチ。あれは痛えな。お手柄よ、ひまり。先生、少年探偵団は犯人を確保しました。何を言ってるんだ。すぐに学校の近くの廃墟ビルに来い。おう。そして俺が妹を葬儀場に残して廃墟ビルに行くと。兄貴。気を失ってるが無事だ。よかった。そこで伸びてるのはタカ。うん、そうだよ。何があったんだ、なんでお前らがここに。ああ、それはですね、この前先生のことを私たちが尾行してたじゃないですか。おう。その時に私たち以外に先生を尾行してる人がいたんですよね。それがこの人。え？で、剣の葬儀の日、それが次の X デーだ。ショーに地獄を見せてやるって不気味なことを言ってたから、私たちその人のことを今日一日尾行してたんです。そんな危ないことを。危なくないよ、イヌッチとハルトくんっていう用心棒がいるから。でも、まあいい、続きを聞かせてくれ。それでですね。あ、やばい、見失った。ちっ、どこ行きよった。あの廃墟ビルに人影が。行ってみよう。おい、縄をほどけ。お前、タカくんだろ、なんでこんなことを。いいからお前は黙って殺されればいいんだよ。お前の次は妹の番だ。ああ、最後に遺言を誰かに伝えていいぞ。余計なことは言うなよ。じゃあ電話を貸してくれ。ほらよ。今すぐ逃げろ。余計なこと言うなって言ったろうが。これ、やばいよ、やばいよ、じゃない？ええ、警察を呼ばなきゃ。待て。そんなん呼んだら逆上されてあの人がどうなるか。それに、来るまでにどうにかなっちまうかもしれねえ。この距離じゃ投げられないし。私に考えがある。え？あ、まずい！バットを振りかぶった！待て！ひまり！あ？なんだお前は？耳が、でっかくなっちゃった！え？今よ、イヌッチ！イヌッチって言うな！バットが、返せ！うりゃあ！うわあ！イヌッチ、バットパス！ああ？とどめの一撃！いやあ！ナイバーチ！あれは痛えな。お手柄よ、ひまり。そこにボールがあったから撃ったまで！またつまらぬものを撃ってしまった。ってことがあったわけです。お前ら、えげつないな。でも、とにかくありがとう。兄貴のことを救ってくれて。先生の大切な人は、私たちにとっても大切な人ですから。俺、お前らの担任でよかった。本当によかったよ。よーし。じゃあ、お兄ちゃん救出記念に、先生のおごりで焼肉だ！言ったるけ。うわい！焼肉だ！せっかくなら、高級焼肉がいいな。毎年。もう、何でもおごってやるわ。よう、先生太っ腹、ビール腹、その腹は伊達じゃないね。全然褒めれてないわ。その後警察によりタカは逮捕された。タカは殺人で捕まり、無期懲役に。警察の調べによると、もともとハルカをストーカーすることはあったそうだが、
ここまでおかしくなったのには理由があった。教員採用試験に落ちて適当に面接を受けて入った会社が超ブラック企業だったそう。上司による人格攻撃で少しずつ歪んだ人間になっていったとか。同情できるところもあるが、だからといって剣の命を奪ったことは許せない。ちなみにその会社は数日後に倒産した。犬塚の知り合いがどうにかしたそうだが、怖いから詳しくは聞かない。その後俺は無事に遥と結婚し、あれから10年以上の月日が流れた。今俺はあの時のメンバーと焼肉に来ている。焼肉焼肉美味しいな。焼肉しか勝たん。焼肉焼肉。いやー、彩音と春人の娘もひまりの娘も犬塚の上司の娘も本当に可愛いな。いい、中華ルビ食べたい。スモモは上味の。犬塚、シャトーブリアン。はい。全然頼んでるのが可愛くないんだけど。それ十人前ずつで。ひまり。冗談ですよ冗談。なん、本気と書いてガチ。すももちゃん、畠山先生奥さんに怒られちゃうから勘弁してあげて。俺さ、毎年疑問に思うんだけど。何？なんで毎年焼肉をおごらされてんの？約束したら。ああ、確かに聞きました。私もボイスレコーダーに録音残ってますよ。お前ら。ああ、そんなことより、はい、畠山先生。え？私たちからのプレゼント開けてみて。おお、これは時計。今年で教員20年目の節目でしょ。だからプレゼントです。しゃあねえから今年は焼肉もおごってやるよ。特別ですよ。お前ら、まさか、お前らにおごられる日が来るとはな。俺は感激だ。この時計も家宝にする。本当にありがとう。先生、すぐ泣くんだから。本当に、本当にいい生徒たちを持った。俺はこいつらみたいな生徒のおかげで、ここまで教員を続けることができていると思う。こいつらの自慢の先生でいられるよう、これからも頑張ろう。そして、天国の剣に笑われないような立派な先生になれるよう頑張ろう。ねえ、なんでポニョポニョしてるの？これはだな、夢と希望が詰まってるんだ。すごい、かっこいい。プライムジャックの出番マス。メイ、メス。犬塚。お嬢、メスです。ありがとう。はい、スマモ。え？これからオペを始める。夢と希望を取り出します。ワクワク、ワクワク。早く、早く。やめて、やめて。誰だ、こんな朝っぱらから。せっかくの休みだって言うのに。お？インターホンの画面には誰も映ってない。いたずらか？誰もいないじゃないか。やっぱりいたずら。ドーン！うわー！先生、朝っぱらから元気だな。で、君は確かひまりの娘のすももちゃん。うい、いかにも。何してるんだよ。春休みで暇だから来た。え？ママが酔っ払った時に畠山先生ほどおもれえおもちゃはねえ、そう言ってたから遊びに来た。ひまり、あいつ本当に、あいつは昔っから。あー、一学期も疲れた。やっと夏休みだ。なんだ？畠山、野球拳しようぜ。この声はひまり。なんで知ってるんだよ俺んち。まあいい、イルスを使おう。ダメだ、畠山先生イルス使ってる。ハルト君、このドア壊しちゃって。おいおいおい、なんか物騒なこと言ってないか。え、でもそれはさすがに。そうだよな、さすがにそんなことをしないよな。ハルト君、畠山先生のあのお腹見た？ここで連れ出さなかったら畠山先生はメタボリック症候群一直線だよ。これはね、畠山先生のためを思ってするのよ。メタボボボ症候群、それはまずい。ハルト君、そういうところあるよな。どりゃー。え、ほら、やっぱり畠山先生いた。嘘だろ。
ほら、野球拳しよう、野球拳。畠山先生、ごめんなさい。でも、俺たち畠山先生に健康になってほしくて。野球拳で健康になんか。ほら、空き地に行くよ。ハルト君、担いでって。了解。うお、おろせ、おろせ、ハルト。30分後。うわ正義は必ず勝つ。もう嫁に行けない。畠山先生、リベンジしましょう。俺、全力で応援しますから。 LINE で呼ばれたから来てみたら、何このカオスな状況。知らない人のふりしといた方がいいな。そうね。よし、この最後の一枚をかけて勝負だ。こんなこともあったな。その後警察に連れて行かれたんだっけ。おい、早く相性分回す。というか、ちょっと待って、つももちゃん、決まりの許可は取ったのか。ぎく、取った。取らないわけがない。だってスモモはいい子だから。いや、そのリアクション取ってないだろ。さすがひまりの娘。ちょっと今ひまりに電話する。なあ。たく、もしもし、ひまりか。ごめん畠山先生、今電話どころじゃないの。後でかけ直す。スモモちゃんのことだろ。え、なんでそれを。うちにいるからだよ。どうして。俺が聞きたいよ。ごめんなさい。いいよ、ひまりの娘だからしょうがない。びっくりしたけど想定内だ。で、どうすればいい。それが、今私新幹線に乗ってて。え、旦那のいおりが出張中で、大事な書類を家に忘れたので、すももと届けに行ってる最中だったんです。ずっとすももと手を繋いでたはずなのに、いつの間にか不気味な人形と入れ替わってたんですよ。スモモは忍術変わり身の術を使った。新幹線に乗るより先生と遊ぶ方が楽しそうだと気づいてしまったからだそうです。スモモ、どうしよう。書類は届けなきゃいけないし、スモモを迎えに行かなきゃだし。ひまり、いいよ。え、俺がスモモちゃん預かっとくよ。いいんですか。ああ、しょうがないだろ。ありがとう、本当にありがとうございます。畠山先生、お土産買ってきますから。おう。ママ、先生の面倒はしっかり見るからな、任せろください。すまま。違う、見てもらうのよ。いい子にしてなさいよ。先生、ママの顔が真っ赤っかだ。熱でもあるのか。すももちゃんのせいだ、すももちゃんのせい。こうして俺はかつての教え子、ひまりの娘、すももちゃんを預かることになった。まあどうせ予定もなかったしいいか。よし先生。なんだすももちゃん。早速公園に野球拳しに行こうぜ。しないよ、また捕まるだろ。やるなら家で。家ならいいのか。ああ、家でもやらないよ。でも暇だな。なあ、腹減った。ご飯作ろうか。なあ、スモモはさつき屋のケーキが食べて。ああ、あそこのケーキ美味しいよな。俺も食べたくなっちゃった。じゃあ車で買いに行くか。よ、太っ腹、メタボ、年中彼女を募集中。ねえ、ちっとも褒めてないからね、それ。細けえことは気にするな。たく。こうして俺はスモモちゃんと車でケーキを買いに行くことに。なあ先生。なんだよ。これ外から見たら幼女誘拐だろうな。変なこと言うんじゃない。おお、一時停止だ。一時停止ってなんだ。あの標識があるところでは一旦止まらなきゃいけないんだよ。一旦止まって右見て左を見てから発進するんだ。どうしてだ。急に飛び出したら他の車とぶつかっちゃうからだよ。じゃあ先生は止まらん方がいいぞ。どうしてだよ。止まらないことでパン加えた女子高生とぶつかれるかも。出会いのチャンスを無駄にしている。ほら、車から降りて飛び出せ。スモモちゃん、前見てよ。車の通り半端ないから。女子高生とぶつかる前に確実に車とぶつかるから。なあおまわりさん、こいつ怪しい。女子高生とぶつかりたいとか言ってる。お、おまわりさん、何言ってんの。スモモちゃん。ああ、どうも。うわ、びっくりした。本当におまわりさん。女子高生とぶつかりたいんですか。そんなわけないじゃないですか、おまわりさん。それはこの子が勝手に言ってるだけで。まんざらでもない顔してたくせに。こら。ってことで俺たちは行きますね。おまわりさん、失礼します。ちょっと待ってくださいよ。
どうかしましたか？いや、どうかしましたかじゃないですよ。あそこの標識、見えます？あー、はい、一時停止の標識ですよね。あー、なんだ、わかってるんじゃないですか。わかってて無視したんです。え？一時停止無視したでしょ？いや、してませんよ。ちゃんと止まってたじゃないですか。あのね、私はずっとここで見てたんですよ。あなたが一時停止してるところを見たんですよ。いや、だから止まってます。うい、先生は止まってた。ほら、この子だってそう言ってるじゃないですか。あのね、この子見たところ5歳くらいですよね。こんな幼い子の証言なんて無意味なんですよ。というか、あなたがそう言わせたんじゃないですか。そんなこと、なめんな。しももが先生の言うことなんか聞くわけねえます。そうだそうだ。で、なんかそれは悲しいな。先生どんまい。まだまだ先生は成長できる。うん、俺頑張る。で、なんかおかしくないか。ってことで、ほら、免許証見せて。いや、だからちゃんと一時停止したんですって。うっせえな。え、何をするんですか。生意気なあんたが悪いんだろ。あのさ、俺は警察官様なんだぜ。警察官の俺が黒といえば白いものも黒になるんだよ。警察官様は絶対なんだよ。ほう、警察官様は絶対なんだな。そうそう、お嬢ちゃんもよく覚えとけ。警察官様は人の車を蹴っていいんだな。当たり前だろ、何しても許されんだよ。そんなこと許されるわけあるんだよ。本当にあんたは態度悪すぎだな。決めた、態度が悪いから罰金10万円だ。一時停止の罰金で10万円、そんなのおかしいです。あのな、警察官様に逆らったらそんぐらい取られるのは当たり前だろ。警察官様は逆らったやつから10万円もらえるんだな。そういうこった。お嬢ちゃんも警察官様を目指した方がいいぞ。美味しい思いができるからな。ってことで、さっさと10万円払え。そんなの払うわけ、公務執行妨害でしょっぴいてもいいんだぞ。そんなのめちゃくちゃだ。だから言ったろ、めちゃくちゃでもなんでも警察官様が絶対なんだよ。払わねえんならしょっぴくぞ。先生、払っちまえ。え、でもそのお嬢ちゃんの方が利口じゃねえか。スモモに任せろください。スモモ誰だと思ってる。ママの娘ぞ。ひまりの娘。ほら、さっさと払え。そして俺はコンビニでお金を下ろし、10万円をその警察官に渡した。これでいいですか。最初から素直に渡せっつーの。ほら、さっさと行け。お前にもう用はねえ。ああ、また逆らうようなら10万円罰金取るからな。はあ、ほら、さっさと行け。10万円失ったのは痛いな。ああ、うん、すももちゃんどうしたんだ。警察官のとこに携帯忘れてます。携帯？うい、すももちゃん携帯なんて持ってたっけか。いいから戻るます。ああ、うん。いや、もう勝っちまったぜ。こんな簡単に10万円手に入るとはな。警察ってやり方次第じゃかなり稼げんじゃねえ。よし、もう一件ぐらいやってやるか。あったあった。あ、なんだ、さっきのお嬢ちゃんじゃねえか。何してんだ。何でもないます。残念無念さようなら。はあ、携帯はあったか。うい、ほれ。よかったな。って、落ち着けよ。なんで俺の携帯。落としたから。朝ママと電話してからずっとスモモが持ってた。なんでだよ。でも確かに今日携帯を触った記憶がない。とりあえず行くぞ、サツキヤに。その後作戦を実行する。作戦？おい、忍法拡散の術を使う。何それ。スモモちゃん何をするつもりだ。あそこで10万円を払ったのはスモモちゃんに何か考えがありそうだったから。ほとんどおかけみたいなものだけど、ひまりもこういう時私に任せたまえと突拍子もない方法で解決してきたんだよな。何をするのか少し楽しみ。でも失敗したら俺の10万円が。いや、信じてみよう、教え子の娘よ。その翌日。おい、水本。
ああ、大迫部長、見てくださいよ。昨日臨時収入が入って前から欲しかった時計買っちゃったんす。いやー、かっけー。水元、この紙を見ろ。あ、紙？え、もしかして昇格とか？うわ、なに、いいことばっかり続くじゃないですか。ああ、取締り頑張った甲斐があったわ。昇格なわけあるか、よく読め。え？あ、懲戒免職。は？へ、へー？なんすかこれ？ドッキリとかすか？ドッキリなわけあるか！なんで俺が懲戒免職に？お前、スモモ様になんてことをしてくれたんだ。スモモ様？誰すかそれ？お前が昨日10万円罰金を取った男と一緒にいた女の子だよ。はあ？あの子は超人気インスタグラマーひまりの娘さんなんだよ。たまにひまりのインスタにも出てきて、スモモ様の愛称で親しまれてるんだ。え？あのインスタグラマーの？でもそれがどうしたんですか？お前が昨日やったこと、すべてひまりのインスタに上がってるんだ。え？スモモ様がお前がやったこと一部始終撮影してたんだ。撮影？今大炎上してるぞ。外を見ろ、マスコミが大量に押しかけてる。そんな。お前のせいで警察の信用は地に落ちた。懲戒免職だけじゃなく、お前を詐欺罪で逮捕する方向で動いてるから、覚悟するんだな。逮捕？ちょっと、待ってください。何かの間違いじゃ、間違いであってくれ！その後、あの警察官は詐欺罪等で逮捕され、俺には警察から謝罪があり、10万円は戻ってきた。車の修理代ももちろんあの警察官から受け取った。あの警察官、かなり有名になったことで、この先まともな人生を歩むことは難しいだろうな。なあ、スモモに任せろと言ったろ。スモモ軍の大勝利。いろいろ説明を求めたいんだけど。え？まずなんで俺の携帯で動画とか撮れてるの？ひまりのインスタにログインして動画を投稿してるのもおかしくない。ロックかかってたでしょ。それはママが寄った時に先生の携帯の暗証番号は3150だって言ってたから。ひまりのやつ。あとあの携帯を落としたのはわざと？もちろん、独り言取れたのはラッキーだった。スモモちゃん、作詞すぎないか。ひまりの娘だから何でもありなのか。なあ先生。なんだ。そういえば、ママ遅くないか？ああ、そうだな。もうとっくに迎えに来るはずの時間過ぎてるのに。畠山先生、遅くなりました。おい、どっから入ってきたんだ？これには訳が。なぜかマスコミに追われて、悪徳警官を懲らしめた感想をとか求められまくるんです。訳わかんないですよ。一体何がどうなってるの？ひまり、どんまい。ママ、明日があるし明日がある。畠山先生、スモモ何か知ってるんじゃないでしょうね。知らな。ああ、スモモは知らんけど、畠山先生が高校時代の復讐だとか言っていろいろやってた。スモモは止めたのに。おい、ちょっとスモモちゃん。畠山先生？違うだ、ひまり。大きく誤解してる。ほれママ、ウイスキー。サンキュー、スモモ。ちょっと待って。それを飲んだら高校時代のひまりが。ママ、隠しせよ。久しぶりだね、畠山先生。さあ、高校時代の青春を一緒に取り戻そうぞ。取り戻そうぞじゃないよ。よし、高校といったらやっぱり高校野球。甲子園を目指すために特訓だ。まさか。そう、野球拳行くよ、畠山先生。おい、スモモちゃん頼む、止めてくれ。さつきあのケーキおごってやったろ。スモモは10万円取り返してやった。なあ、こうなったママはもうどうにも止まらない。さあ、近所の野球場で野球拳するぞ。いやだ。その後みんなの期待通り、俺は真っ裸にされ警察署へと連行された。なんでだよ、なんでこうなるんだよ。というか、昔からじゃんけん強すぎだろ、ひまり。でもこうして教え子と教え子の娘と過ごせるってのも幸せだよな。よし、休み明けも仕事頑張るか。
しよう、トイレ行きたい。でも今はテスト中、我慢しないと。もう時間もないし。あれ、どうしたの小野さん。なんでもないです。こら、そこ、テスト中だぞ。すみません、まったく。おお、びっくりした。マモルがもうツッコミを引退とか言い出したけど、夢か、よかった。レオン、やかましい。そして寝るな、名前ぐらい書け。本当になんでこいつはこの学校に受かったんだ。ああ、やばいやばい。でも、もう少しだから頑張らないと。もしかして小野さん、トイレ我慢してる？小野さんはいつも学年1位なのよね。私は万年2位。正直こいつのこと嫌い。いいこと思いついちゃった。エオン、チャンス。どうかしたか？まずい。本当に漏らした。これで次の時間のテストは小野さん受けられないわね。みんな見て。ちょっとミッキー。うおー、みんな俺を見て。おねしょしちゃった。はあ、レオン何してるんだ。畑山先生、ごめんなさい。あ、レオンのやつマジかよ。おいおい、レオン、おねしょっていくつだよ。やっちゃった。やっちゃったじゃない。違うわよ、みんな、レオンくんじゃなくて。ミッキー、お前はバケツで水を汲んできてくれ。は？いいから早く。わかったわよ。レオンはすぐに着替えてこい。でも、おねしょなんて体調悪いんじゃないか。そうかも。いたたたた、頭が。頭が痛くておねしょってなんだよ。おい、保健委員のさやか。はい。私、保健委員じゃ。そうだったっけか。まあいいや、さやか、レオンを保健室に連れて行ってくれ。はい、畠山先生、水です。なんで守るが。お前1年生だろ。兄ちゃんに呼ばれた気がして。なんだそれ。まあ助かった。おーい、みんな水で流すから離れろ離れろ。えい、おお、手が滑った。ごめんさやか。何やってんだよ畠山先生。大丈夫か小野さん。大丈夫です。少し濡れてしまったか。レオンを保健室に送り届けるついでにジャージに着替えてこい。本当にすまないな。校長に事情を話してテストの時間を少し変更するから、戻ってくるのはゆっくりでいいぞ。はい、じゃあ鵜久森くん行きましょうか。うわぁ、めんどくせぇ。行こっか。水持ってきたわよ。でもみんな聞いて、漏らしたのはレオンくんじゃなくて小野さん。は？ミキ、何言ってるの。そんなことより教室水浸しじゃん。仕方ねえからみんなで拭くか。たく、畠山先生はしょうがねえな。すまん。何よこれ、何なの。あっちゃー、びっちょびちょだ。パンツまで濡れてる。ねえ、小町。私、小野さやかです。小町さ、実は俺のこれカルピスなんだよね。だから小野、テスト中こっそり飲もうとして机に入れてて、それをこぼしたんだけど、俺心配なんだ。心配って何がです。パンツまでカルピスまみれじゃん。俺もカルピスでベッタベタなの。俺アリさんとかに食べられちゃったりしないかな。今必死に警戒してるんだけど。何の話ですか。そんなことより鵜久森くん、気づいてたんですよね。さっきは助けてくれて。アリさん、どこ、逃げろ。うわー、ちょっと鵜久森くん。私は小野さやか。今のは高校時代の思い出だ。ミキさんがあの時なんであんなことしたのかはわからない。いや、あの後もミキさんはおもらしさやかって陰で呼んできたし、私のことが嫌いだったんだろうな。でも本当にあの時は助かった。あの時鵜久森くん、
畠山先生、鵜久森くんの弟が助けてくれなかったら今の私はないだろう。学校に行けなくなっていたかもだし、本当に感謝だな。そんな高校時代から5年経ったある日のこと。あれ？あれれれれ？おもらしさやかじゃない？あー違った、小野さん。あ、ミキさん。超懐かしい。元気してた？はい、ミキさんは？元気元気。ああ、高校時代のみんなも元気してるってさ。そうなんだね。あれ？そっか、小野さんはグループライン入ってないから知らないよね。グループライン？うん、そうなの。高校時代のクラスでのライングループがあるのよ。そうですか。小野さんは携帯を持ってないってみんなに言って、私が入れてないんだけどね。あ、そうだ、いつか同窓会をやろうって話をしててさ、小野さんもその時には呼んであげるから LINE 教えて。いいですけど。ありがとう小野さん。あ、大丈夫よ。おもらしのことは二人だけの秘密にしておいてあげるから、同窓会でバラしたりしないから安心して。ありがとうございます。ってバラすけどね。ありがとうございますってことは認めたもんね。今ボイスレコーダーで録音したから、これを同窓会で流してやる。どうかしましたか？いや、なんでもないわよ。そうですか。じゃあまた連絡するわね。バイバイ、おもらしさやか。じゃなくて小野さん。別に同窓会なんて行きたくないんだけどな。鵜久森くんと畠山先生には会いたいけど、それ以外のクラスメイトに会いたいとは思わない。地味な私はみんなとそこまで仲良くなかったし、来てほしいと思われてないだろうから。それにきっとおもらしのことミキさん暴露するつもりだろうからな。予定があるとか言って断ろうっと。そして数ヶ月後、結局連絡すら来なかったな。それより仕事仕事、今日は忙しくなるから。みんな久しぶり。おお久しぶり。ミキ元気だったか？うん元気元気。いやー、みんな立派になって先生は嬉しいよ。ちょっと畠山先生、泣くの早いって。あの頃とちっとも変わってねえな、畠山先生は。そういえばレオン君は？ちょっと遅れてくるってよ。そっか、早く来ないかな。あの天下の鵜久森グループの経営者になったレオン君に早く会いたい。きっと渋くてダンディーな大人になってるんだろうな。それはどうかな。ああきっとなってるって。じゃなきゃ経営者なんて務まらないでしょ。彼女いなかったら立候補しちゃおうかななんてね。お前じゃ無理だと思うよ。何よそれ、チャレンジしてみないとわからないでしょ。まあやるだけやってみたら。何よムカつく。そういえば小野さんは？ああ小野さん、結局どこで何してるのかわからなかったのよね。連絡先も交換してなかったし。そっか。それにしても畠山先生が紹介してくれたこの店、本当にいい店ね。何も聞いてないし。まあいいや、とにかく乾杯しましょう。乾杯。そうだ、この様子の写真を小野さんに送りつけてっと。電話してみようかしら。お、出た。もしもし。何でしょうか。今どこにいるの？みんな集まってるわよ。集まってる？あれ、ごめん、今日同窓会だって伝え忘れてたっけ。わざとじゃないのよ、わざとじゃ。みんなにあのおもらしのことは発表しとくから。言わないつもりだったけど、そっちの方が盛り上がりそうだし。ミキさん。なに、おもらしさやかさん。口止めしたかったら同窓会の会場を見つけて口止めしに来てみれば。その会場、私の店なんですけど。私がオーナーしてる店です。はい、何言ってるの。
びっくりしました。今日は団体客が忙しいって聞いてて裏で手伝ってたら、まさかミキさんたちだとは。ここがあんたの店なわけ。後ろ見てください。うわ、おもらしさやか。本当にこの店あなたの店なの？だからそう言ってるじゃないですか。おーい、みんなせーの、さやかおめでとう。え、ほら花束だ。畑山先生、何ですかこれ。さやかが料亭をオープンさせたって連絡くれたからな、みんなでお祝いしに来たんだ。よかったな、夢を叶えられて。おめでとうな小野さん。いやすごいな小野さん。高校時代から頭良かったから、なんかすごい人間になると思ってたけど、まさか高級料亭のオーナーだなんて。ありがとうございます。何それ、私聞かされてなかったんだけど。あれ、そうだっけ、言ってたと思ったわ。わざと伝えなかったでしょ。いや、そんなことないぞ。ち、相変わらずムカつくわね、おもらしさやかのやつ。高級料亭のオーナーになって成功してるなんて。いやー、さやかも本当に立派になって。畑山先生、今日何回泣くんだよ。だってな、先生は嬉しくて嬉しくて。そうだ、いいこと思いついた。ここであのことを暴露すれば。みんな聞いて、この子ね、今は高級料亭のオーナーなんてやってるけど、実は高校時代漏らしてるのよ。ほら、あのテスト中にレオンくんが漏らした時、小野さんも漏らしてたのね。そんな人がオーナーとか恥ずかしくない？ちょっとやめてください。ああ、そんなことあったな、懐かしいぜ。は？え？レオンも畠山先生も演技下手すぎてすぐに分かったよな。うん、小野さんをかばってるってな。あ、何、お前も気づいてたの？気づくって、あの三文芝居じゃ。まあそっか。その後もみんな口々に、やっぱりみんな知ってたんだと話し始めた。みんな知ってて、あの後も普通に接してくれてたの？それに今お互い知ってたことに気づいたってことは、それぞれ内緒にしていてくれてたってことか。みんな気づいてたのか。いや、笑いこらえて二人に乗るの必死だったぜ。何それ。そろそろ謝るべきだろ、ミキ。何よ、謝るべきって。この前この店のオープンの報告を聞いた時に、酔っ払ったさやかから聞いたんだ。え、私なんか言いましたっけ？さやかが漏らすよう、さやかのお腹を強く押したんだろ。あ、私そのことを話しちゃったんですね。そんなことしてない、してないわよ。どうだレオン。おお、思いっきり嘘ついてるね。嘘つきの匂いがプンプンする。うぐもりくん、いつの間に？レオンが言うならそうだな。レオンは高校時代から人間嘘発見器だから。素直に謝りなよ。うるさい。うお、重い。手を離して先に行かないでよ。ここら辺でいい？兄ちゃん。って、はぁ、やばい。え？ちょっと、ケーキが倒れてくる。うわぁ。おぉ、せっかくのお祝いのケーキを。小町、3秒ルールだよ。食べて。上の方なら食べられるか。いただきます。おいしい。あのさつき屋のケーキだからね。さつき屋のケーキか、いいなあ。うまそう。みんなも食べます？いいの？マジ？うわ、おいしい。幸せ。俺もっと。畠山先生は最近お腹さらに出てきたから。明日からダイエットするからいいんだよ。高校時代、明日やろうはバカ野郎、今日を死ぬ気で生きろとか言ってたくせに。いや、このケーキ食べないで死んだら後悔するし。畠山先生、本当に明日からダイエットするから。生徒に嘘つかないでくださいよ。分かってるって。
俺も食べよった。いった。なんか聞こえたけど、気のせいだよね。おいしい。痛いって。そうだな、気のせいだ。食べようぜ。その後、うちの店では床に落ちたケーキの上の部分を食べるというシュールな光景が繰り広げられ、最後には歯型だらけのミキさんが出てきた。小野さんごめんなさい、本当にごめんなさい。はい。よし、ミキの謝罪も終わったし、今日はとことん飲むぞ。今お酒持ってきますね。何言ってんだよ小野さん、こっちに来て一緒に飲もうぜ。今日は小野さんが主役なんだから。いやでも人が足りませんし。俺たちも手伝うから大丈夫。そうそう、そんな悪いです。みんな何飲む？俺が持ってくるよ。俺はビール、俺はハイボール。わかった、とりあえずカルピス人数分持ってくるね。おいレオン、全く聞いてねえじゃねえか。レオンは座ってろ、俺たちでやるから。ほら小野さんは座って、ビールでいい？はい。さやか、こいつらいいやつだろ。さやかは俺が何度言ってもみんなに好かれてなかった、そう思っていたみたいだが、みんなさやかのことちゃんとクラスメイトだって思ってたんだぞ。そうだったんですね。それなのに私皆さんごめんなさい。おお、はたちゃん先生、小町のこと残した。いけないんだいけないんだ、先生に言っちゃおう。泣かしてない、俺が先生だし。じゃあ教育委員会にチクるか。畠山先生が元教え子の女の子を泣かしたって。やめろ、めちゃくちゃ誤解されるだろうが。あ、もう教育委員会にメール送っちゃった。守る。冗談ですよ。お前なその後私はクラスメイトとたくさんお酒を飲んだ。嫌われていると思ってたけど、休み時間にも勉強している私にみんな気を使って話さなかったらしい。私本当にクラスメイトに恵まれていたんだな。高校時代に気づけていればもっと人生楽しかったのかな。何言ってるの小町、人生これからでしょ。毎日同窓会やろうよ。毎日は無理だろ。でも月一ぐらいならいいかもな。やろうやろう。みんな畠山先生はヌーキーで。恩師を省くのか。自分で恩師って。だってさ、畠山先生お腹だから、ダイエットするから。俺も読んでくれよ。また畠ちゃん先生泣いてる、見てよ小町。まあ先生ったら。俺小町。うわ、今度はレオンが泣かせた。守る、兄ちゃんの責任取れ。俺がですか。守る、兄ちゃんの尻拭いて。兄ちゃん本当にお尻出そうとしないでよ。私本当に今幸せだ。こんなに周りの人に恵まれていたなんて、嬉しくて涙が出てきちゃった。なんでもっと早く気づかなかったんだろう。でも気づいたからにはこの関係大切にしていこう。もっともっとみんなと仲良くなっていきたいな。ケツだけ成人ブリブリ。こらレオン、やっと先生っぽいですね。いや常に俺先生。あ、ごめんなさい。小野さんの言う通りだ。もう。光、俺さ絶対ビッグになって光のこと幸せにしてやるから。何それ、超大金持ちになってさ、いい家買っていい車乗って子供もたくさん作るんだ。私楽しみにしてるね。ああ、光に夢見させてやるよ。うん、今のは2年前の話。私は光、20歳、高校卒業と同時に中学から付き合っていた春也と結婚した。結婚した理由、
それはこの先春夜以外の人と結婚するのは考えられなかったから。私は両親の結婚はさすがに早すぎるって反対を押し切って結婚したんだ。ただいまー、ひかり。おかえり、春夜。見て見て見てくれよ、このスポーツカーかっこよくね。いやー、憧れるな。こんなのに乗りてえよ。そうだね。やっぱりお前もそう思う。じゃあ決まりな。え、何が？ひかり、このスポーツカー買おうぜ。ちょっと待ってよ、うちにそんなお金ないでしょ。いやいや、ローン組んですぐ返せるじゃん。この家も持ち家だから金かかってねえしな。いいだろ。いや無理だよ、本当にそんなお金ないから。そうやってお前はいっつも無理無理無理。ちっちゃえな。もっとでっかい夢を追おうぜ。俺の給料が結構あるじゃねえか。それに俺はこれからどんどん出世してお前を幸せにするって言ってんだろ。大船に乗ったつもりでいろよ。ってことでスポーツカーは買うからな。だからダメだって。何色にしよっかな。ここはこうカスタムして。あはー、今からワクワクが止まらねえ。全然話聞いてないし、スポーツカーなんて買うお金があるはずない。口では大きなこと言ってるけど、出世なんて本当にできるのかな。というか出世というより、ああ、なんか結婚してから不安なことばかり。この先春夜とうまくやっていけるのかな。そして翌日。おはようございます。おはよう、光さん。ここは私が最近パートとして働き始めた Y&A というベンチャー企業だ。あれ、社長は？あ、兄ちゃん、もう少ししたら来るんじゃない？また寝坊ですか、あの人ったら。ふぅー、お、ブンブンハロー、ヒカキン。だから私は光です。ヒカキン、今日もよろしく。この人も全然話聞いてないし。この人も？いえ、何でもありません。この人が社長の鵜久森レオンさん、副社長で弟の鵜久森守さんはめちゃくちゃしっかりしてるのに、レオンさんはこんな風にだらしない。シャキッとしてください、シャキッと。なに、ヒカキン今日イライラしてない？どうしたの？もしかしてあれの日？ちょっと兄ちゃん。社長、あなたね。今のは兄ちゃんが悪い。本当にごめん、ヒカリさん。デリカシーがなさすぎです。ヒカリさんの言う通りだよ。おお、なんで怒られてんの？お、あれの日だからか。だからそれをやめなさい。これあげるから許して。よかった、こんな時のためにいつも携帯してて。しゃぶしゃぶの食べ放題券？ふざけてるんですか？兄ちゃん、なんでしゃぶしゃぶの食べ放題券なんだよ。おお、だってあれの日にはしゃぶしゃぶが一番いいって。そんなこと聞いたことないわよ。いや、子供の頃聞いたんだって。ほんとだよ、マリモッコリお姉ちゃんに聞いたの。マリモッコリお姉ちゃん？あー、しゃぶしゃぶ食べた。最近しゃぶしゃぶばっかり食べてるわよね、ひまり。うん、しゃぶしゃぶ中毒かも。略してしゃぶ中。やめなさい。しゃぶしゃぶが、しゃぶしゃぶが食いたい。あれ、少年どうした？お母さんに怒られたんだ。なんか今日お母さんイライラしてて。にえ、ちょっとひまり、なんか悪いこと企んでない？そんなわけないだろ、あやねくん。私は大切なことをこれから少年に教えるんだ。少年、お姉さんはなんでお母さんがイライラしてるかわかるぞ。え、本当？ああ、お母さんがイライラしてる理由、それはズバリあれの日なんだ。あれの日？そう、女の子にしかない特別な日、シャブ中の日なんだ。シャブ中の日？ちょっとひまり、あやねは黙ってて。今人生で最も大事なことを話してるんだから。シャブ中の日って何？お姉ちゃん、シャブ中の日、それは女の子がしゃぶしゃぶを食べたくて食べたくてたまらなくなり、
食べないとイライラしてしまうんだよ。別名女の子の人も言う。ひまり、いい加減にしなさい。純粋な少年を騙すんじゃ。おい、な、口に何入れたの？三年もののカルプス。三年もののカルプス？なんてもの飲ませるの？早くトイレに。本当は今日買ったカルプスだけど、これで邪魔者はいなくなった。お姉ちゃん、いろいろ教えてくれてありがとう。早速父さんに教えて、母さんをしゃぶしゃぶに連れてくよ。父さん、あのね、母さんはしゃぶしゃぶ食べたくて機嫌悪いんだって。うん、そう、行こうね。お姉ちゃん、行けるって。それはよかった。これでお母さんの機嫌は良くなるよ。俺はレオン。お姉ちゃんの名前は？私はひまり。天下を滑るもの。あはは、かっこいい。丸もっこりだね。違う、ひまり。イライラしてきた。え、もしかして？そう、私もあれの日なんだ。うわ、イライラする、イライラする。シャブを、シャブを。マリモッコリお姉ちゃんも一緒に行く。なに？悪いな。じゃあお言葉に。行かせないわよ。あやね。お腹痛くならないし、そういえば昼休みにカルピス買ってたの思い出したの。3年前のじゃなくて今日のものよね。やべ、あんたはこれからお説教。少年、私のこと忘れないでくれ。ああ、きっとあのお姉ちゃんもあれの日なんだな。ってことがあったわけ。ひどい、ひまりさん。兄ちゃん、あのね、女の子の日ってのは、おっちょんぶりけ、そうだったの。ごめん、ヒカキン。まあ、いいですよ。ここのパート、給料とかいいから続けてるけど、社長がこんなだし、いつ潰れてもおかしくないだろうな。他のパート先、探しとこ。社長、これファックス来てました。仕事の依頼ですけど、この仕事うちじゃ無理ですよね。断りのメール打っときましょうか。やる。はい？何言ってるんですか？この仕事は、うちの会社がもっと大きくなるのに必要だから。そんなの、無理に決まってます。大きくなることより、潰れないことを目指した方がいいです。ヒカキン、もっとでっかい夢を追おうよ。ヒカキンに、守るがいれば、絶対ビッグな会社にできるって。大船に乗せられたつもりでいるから。おい。兄ちゃん、大船に乗ったつもりでいろとかは聞くけど、乗せられたつもりって、初めて聞いたよ。ふざけないでください。お。そんなの、できるわけないでしょ。ちょっと、ヒカリさん？いつもいつも遅刻して、そんな人が社長の会社が大きくなんてなるわけない。男ってみんなそうなの。口だけでっかいこと言って。ひかりさん、落ち着いて。あ、すみません、私帰ります。守る、ヒカキンやっぱりあれの日？そうかもしれない。ああ、社長にあんな風に怒鳴るなんて最悪。ハルヤのことでイライラしてたから、八つ当たりしちゃった。これでクビだろうな。新しいパート探さないと。かなりの好条件だったけど、仕方ない。その日の夜、私はこっそり会社の荷物を運び出すことにした。パートの私に、なぜか社長は鍵を預けてるんだよね。鍵は会社のポストにでも入れておけばいいや。あれ？こんな時間に会社の電気がついてる？誰か、いるの？おお、これはもっとこうした方がいいか。でもな、こうしてみるのもいいかも。社長？あれ、ひかりさん。あ、ごめんごめん、驚かせちゃった。マモルさん、どうしてお二人が？兄ちゃん会社に寝泊まりして仕事してるんだよ。だから俺も付き合ってあげようと思って。え、どうしてそこまで？兄ちゃんさ、みんなが笑って幸せに暮らせる世の中を作りたいんだって。そのためにはお金が必要だから、会社を大きくしたいみたい。もちろんひかりさんのことも幸せにしたいって兄ちゃんは思ってる。兄ちゃん、会社の人のこと家族のように思ってるから。父さん、塾女の本買ったら母さんに怒られる。おお、
寝てたよ。あれ、ヒコキンが夢にいる。ガキン、一緒にビッグな会社にしてこうね。ちょっと兄ちゃん、こんなところで寝たら風邪ひくよ。すごいですね、こんなに頑張るなんて。当たり前だよ、うちの会社の人の前であんな大きなこと言ってんだから。期待させちゃってるからには期待に応える努力をしないとね。ハルヤと大違いだ。ハルヤの言葉には行動が伴っていない。だけどこの二人は違う。でっかい夢を叶えるのはきっとこういう人たちだろうな。あ、そうだ、光さんに伝えたいことがあるんだ。伝えたいことですか。きっとクビだろう。それは仕方ないな。こんな頑張ってる人にあんなこと言っちゃったんだから。そしてその翌日。あのさ、スポーツカーの話だけど、明日見に行かねえか。行かない、スポーツカーなんて買わないから。は？昨日買うって決めたろ。勝手にあなたが言ってただけでしょ。あのさ、ハルヤは大きな夢を言うだけ言うけど、何か努力してるの？努力してるだろ。何？努力って。いろいろだよ、いろいろ。そろそろ出世できそうだしな。次期リーダーはお前だって言われてるんだぜ。というかさ、その俺が何も頑張ってないみたいな言い方、マジでムカつくんだけど。私本当に頑張ってる人を見てわかったの。ハルヤが何も頑張ってないことを。かっちーん、俺の努力を一番近くで見てた奴が何言ってんだ。努力って、帰ってきてお酒飲むかパチンコ行くかしかしてないじゃない。いろいろ今後のことを考えながら酒飲んだりパチンコ行ったりしてたんだよ。もういい、お前は全然俺のありがたみが分かってないようだな。出てく。え？そう言ってハルヤは家を出て行ってしまった。もう勝手にすればいい。私も勝手にさせてもらうから。そして1ヶ月後。そろそろあいつも俺のありがたみが分かるだろうな。電話かけてやるか。何？おお、どうだ、元気してるか。って元気なわけないよな。俺がいなくて毎晩泣いてるんだろ。俺様に寄生しないと生きれないってことやっと分かったろ。何言ってるの？ああ、ちなみにスーパーカーはローン組んで買ったからな。買ったんだ。おい、それでよ、土下座の写真よこしたら家に帰ってやるよ。優しいだろ、それで許してやるんだぜ。もう家ないわよ。は？だからもう家はないの。何言ってるんだよ。返しちゃったから。返した？うん、あの家社宅だから。社宅？またそんな冗談を。そう、あの家はパート先の会社の社宅だったんだよね。パートに社宅を貸してくれるのもすごいし、しかも家賃はゼロ。わけわからないよね。何度言っても信じてもらえず、親戚にもらったんだとハルヤは勝手に解釈していた。まあ信じられないのも無理はないんだけど、家に帰ってみたらわかるんじゃない。あいつ、くだらない冗談をまた。って、え、家がない？あいつ、おい、どういうことだよ。ん？何が？何がって、家がねえじゃん。ああ、私がもう住まないって言ったら、社長がそこの土地の価値かなり上がってるから他の会社に売っちゃったの。そこら辺一帯にショッピングモールできるらしいよ。本当に社宅だったのか。うん、だから言ったじゃん。おい、これからどうやって生活するんだよ。私は会社に寝泊まりするから大丈夫。はあ？私さ、パート先の会社の正社員になったの。正社員？うん、ハルヤは慣れたの？バイトリーダーに。あ、いや、その、どうせ慣れてないんでしょ。バイト先でも適当に仕事してるみたいだし、就職活動もせずバイトリーダーにさえなれず、何が努力してるよ。それにすごいよね、今までよく月収11万円であんなに威張ってられたよね。正社員になってみて全然威張れる金額じゃないって分かったよ。まあ、だいたい私のパート代ハルヤの3倍の月収あったし。あの何？やっぱり土下座なしで許してあげるからさ、俺と一緒に
暮らしてくれない？いや、許してくれなくて結構。離婚届は義実家に送っておいたから。え、離婚？嘘だろ。私、口だけの人とじゃなく、伴った努力をする人と一緒にでっかい夢を追いたくなったの。ごめんね、もうあなたに無駄な時間使いたくないから。ってことで、さようなら。ちょっと待ってくれ。こうして私は春也と離婚した。あの時、両親の言うこと聞いておけばよかったな。そこは大後悔だ。その後、春也はというと、やっぱりこの車返したいんですけど。そりゃあできない相談だね。何があっても返却しない。その条件でローン会社も紹介して、この車を買わせてやったんだぜ。せいぜい借金の返済頑張れんだな。ローンの金利は統一なのは覚えてるよね。怪しいところで車を買ったそうで、車を返そうとしたが返せず、ブローにも住所不定という怪しさから、どの店にも買い取ってもらえず、結局ハリアは。なんだよこれ。スポーツカーの中で暮らすって。おい、あいつだぜ、 SNS で話題のスポーツカーホームレス。本当にいたんだ。スポーツカーの中で暮らすホームレスとして SNS の有名人に。ガソリン代に使うお金もないから、河川敷から移動できず、車はどんどんボロボロになっているそうだ。社長、守さん、こんな私を正社員にしてくれてありがとうございます。でも正直、あの時正社員の話じゃなくてクビにされるんだと思ってました。おい、なんでさ。だって社長にあんな風に怒鳴ってしまったじゃないですか。いやいや、だって遅刻してたのは確かだし。うん、そうだよ、遅刻してたのは兄ちゃんが悪い。だって、というか、怒鳴られたくらいで家族との縁を切ったりしないでしょ。それと一緒だよ。そうそう、これからもどんどん兄ちゃんのこと怒鳴っていいからね。守、それは嫌だ。怒鳴られるようなことをしなければいいのです。今の私の夢、それは社長の夢を叶えること。社長や守さんとこの会社をもっともっと大きくし、そして社長と守さんと一緒に笑顔で幸せに暮らせる世の中にしていくんだ。この二人とならできる気がする。絶対にできるでしょう。人生で初めて今こんなにワクワクしてる。これからの人生も楽しみだな。よーし、腹が減ってはあれ草はできぬ。兄ちゃん、戦、これ食べて頑張ろう。うまい。あ、兄ちゃん、それ光さんのだから。お、社長、いい加減にしてください。この前も食べたでしょ。おっちょんぶりか。